政府の緊急雇用対策本部は、来年の春卒業する高校生や大学生の就職を支援するための会合を初めて開きました。中小企業とかもまだまだ雇用したいという声はありますが、それが大学側やいろんなハローワークとの間でうまく連携が取れてなくてミスマッチが起きているのではないか、新卒者の皆さんや若い皆さんが希望を持っていただけるように最大限努力をしてまいりたいと思いますので、来年春の高校新卒者に対する9月末時点の求人数は去年に比べ 46.7% も下回るほか、就職内定率も 37.6% とほぼ3人のうち2人の就職が決まらない状況です。初会合では今後高校や大学で就職相談にあたるジョブサポーターを増やしたり、採用意欲のある中小企業を掘り起こすなどの計画をまとめました。